ドズン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 。こんばんは。あれテンション低い。こんばんは。こんばんは。マニュアルビューでーす。バッグをお願いしますよ。はい。俺今食った？食ってないよ。食わなきゃ。後で堪能しますよ。泣ける。後で。マジで。はい、今日はドキ大黒だらけのチン神社。イエーイ。チン神社。チン神社。というわけで、言いたいだけでしょ。まあじゃあこれでも六角丼の中入れとけばいい、ね。ね、大変なことになる、ね。みんな見に来ちゃうから。すげえの来たみたいな。我らが六角丼にすごいのが来た。忍ばしといてやろう、ね。じゃあまあ一枚目お願いします。はいはいはい、国道52号を走っていましたら、はい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 はそれもんで曲がりまして、でまあこれ入り口ですね。え、これさ52号かどのぐらい？看板にはさっきの看板には 600m って書いてあったんだけど、うん、もっとあります。全然あるありますね。へえ、あそこをね曲がってしばらく細い道をガーッと行くんですよ、うん、そうすると左側に橋があって、うん、そこにまず念力大黒神社さん参道、大黒ってこと？大黒、大黒だと思うんですよ。で大黒様にかかってんのこれだと思うの。本当まあとりあえず、うん、俺桜餅食っていいか。いいよ。めでたいめでたい。でこういうねなんか休憩場とかもちゃんとあって、でも空いてないんで休憩できない。ねねね、すごい数のすごい数の入り口があるよねこれ。そう、みんなでうわーって入ってくる。なんであんなにいっぱいつながって扉があるんだ。こんなにさ、うん、こんなに休憩所があるってことはこの本殿ってでかい、社殿とかでかいってこと？さてさてでね、こういう石碑が当たってて、うんうん、念力って書いてある。で、念力教二大、なんだ、二大教主、うん、とか、写真付きであんな石碑があって、で端っこにね、ちょっとね、そう、写真なのあれ、女の人なの。あ、そう。そう。で、そう。でね、奥にちょっと気になるのがあったの。うん、と思って、次の写真。うん、僕の。もう、ごっくりでしょ。かっこ小林。そう。しかも、かっこ小林。平成5年から平成22って書いてあるの。うん、あれは、生存していた年の年数なのか。ちょっとこれ笑っちゃいけない、本当に思う。そうなだと思うんだけど、ね、あんなお墓でいいのかしら。平成5年とか言ったらまだ、うん、めちゃめちゃ最近でしょ。子供でしょ。で17歳。17歳。そう、なんだけども僕の墓ってどういうことっていうか、多分なんでそこにそこにあるんだろうね。むしろペットだったりするじゃん。でも小林だよ。僕って、僕って小林さんちの僕っていう犬とかね。あ、なるほどね。でも17歳って結構、いや、まあまあ、でもちょっと長生き、うん、犬15年ぐらい。そういうことなのかな、うん、ちょっと謎が、ごめん、すげー適当に言ってるよ、当然だけど。謎な墓がありまして、ちょっと気になったんで、クローズアップしました。でここを、まあ、下にさっきの休憩所があって、あそこに石碑があって、ぐわーっと上に登っていくわけです。はい、登っていきまして、うん、登りきるとこういうちょっと広い駐車スペースがありまして、お水、うん、あれじゃない、手洗いするとこね、長図するところがあって、でもあそこ別に水出てないし、うん、溜まってはいるんだけども、うん、使ってない感じで、神社の場合は大国と読む場合が多いんだって。大国かだと思うんだけども、うん、でもこの場合は違うんじゃないかっていう、うん、大国なんじゃないかっていう、まあまあこんな感じになってまして、うん、よくさ冬場手洗うところさ水止めちゃう神社あるよね。ああそういうことなのかな、うん、分からん。でまあ境内えわーんまんじゅう食いながら適当に言って境内です、うんうん、
で、まあ、上がっていくとこうなってて、うん、右に、社務所、社務所ね、社務所、うん、あでも意外とこんなにちゃんとするのね。なんかもっと小さいところかと思って、うん、社務所があって真ん中に、うん、あの、本殿があって左にちょっとなんか何かあるんですか。社務所っていうとさ、すごいなんかこう変な響きじゃん、社務所って、うん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 、だけどなんか事務所だったら事務所なんだってね、うん、そうそう、あの神社の中は社務所で会社の中が事務所とかそういうだけの話、ね、うん、そう単にそういうね管理したり事務的な場所なんだけども、うん、まあこんな感じになってます。響きが良くない、社務所、うん、社務所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 。で、まあ、こういうなんかね掲示板みたいなところに、念力により得た自信と勇気はあらゆる宝物より価値あるものであると、うん、そういう風に言っちゃうのかどうなのかなっていうところであるよね、まあ、あらゆる宝物より価値あるって言い切っちゃうところが、まあどうなんでしょう。まあその下に、はい、こう、なんだ生命の、なんだっけ、何生命の学がえ学なんだろうな、なんだ読めないよ読めないちょっとああ尊厳についてで、まあいろいろどの子も書かれて おるわけです。うん、まあなるほどなと読みながら、あのこれ一人で行ったんだよね。そうです、さすがだね、さすがだね、ちょっとねドキドキしました、さすがに。うん、まあね、はい、念力だしね、念力だし、ちょっとドキドキしながら行ったんですが、まあ好奇心に勝るものはないと。で、まあ本殿の上に、まあこう立派な、ちょっと立派な念力大黒神、うん、まあとりあえず大黒と読んでおきます、うん、まあこういうものもあり、これなんで甲府市なんだろう ね、 ね、うん、で、まあ人道会、人道人道念力協会、念力協会、あ、協会、協会本部で、あの後ろのマークも念力って書いてあるなかなかの念力具合ですよ、念力ね、あれ下のやつあれじゃない、小槌に、うん、書いてある、鷹の葉がもうわっさわっさ、なかなかこうゲッターロボ G ぐらいのすげえな、あのちょっと一人で行くにはなかなか勇気のいるあれですけども、うん、はい、念力がさ、昔俺らのちっちゃい頃って念力だったじゃん、そこからいつか待って待って、念力だったじゃんじゃそういう未知なパワーって念力だったじゃん、うん、そこからちょっとやっぱドラゴンボールの影響でちょっと木みたいな感じになったりとか、ちょっとサイコキネシスとか言っちゃったりなんかしたりとか、はいはいはい、ハンドパワーとか、そう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 、念力ってすごいよね。そうで、これ本殿の中、あのガラス越しにレンズをくっつけて撮ったわけですけども、なんかあの生活感あるね、結構ね綺麗なんだよね。 でもあらゆるところに念力念力念力って書いてあるからね本当だよく見ると、上の方のなんか提灯にも念力って書いてあるし、ホットカーペットあるしねそうそう、あったかい、結構近代的なはい、こんな本殿はこんな感じです。これは念力使って何しようっていうのなの、まあとりあえずとりあえず、はい、はい、じゃあ次へでね、ちょっとね戸が開いてたのちょっと怖いでしょ、ちょっとこれ勇気いるじゃん、うん、でもさ開いてたら見ないとならないでしょ、まあ、行かないね、行くわな行きますよね、まあ、すっごいドキドキしたんだけどこれはトイレだったしかも結構綺麗、あ、そうだね、そう、あのね、和式だね、そう、あのねってことは、あの、ここ来た人にトイレ開放してるってちょっと親切な念力で開けてくれたんじゃん、たまたまそういうことか、そろそろじゃないかいぐらい、ちなみにあの真ん中の女子トイレは私が開けたんだけどね、あ、まあ、どんなドキドキしながら開けたんですけど、うん、まあ、こんな何が入ってんだろうね、はい、綺麗な感じで、で、あの蛍光灯も上にあって電気やったらついたんだよね、ちゃんと、あ、そうなんだ、はい、ちゃんと管理されて通電しておる通電しておりました。そして問題のあ、これはあの奥のやつか、これは、本殿の本殿を正面に見た時に左側にある建物です。ここをあの赤いところのね廊下を歩きまして、ちょっと空いてたんですよ、またもうなんで誘うかな、いけるの、行けるの、行けるの、だからその念力のあの人が欲しがりだな、あずみちゃんとか言いながら、そうなんです、空いてたらこれは行かないとなんないでしょう、うん、で、はい、開けました、じゃあ、
うわもうねすごいじゃんすごいでしょ。だいぶねちょっとびっくりしたんだけども、うん、あこれは大国ではなくて大国でしょ。これは大国様じゃん。そうちょっとねだいぶドキドキ。みんな同じだ。すごいすごいでしょ。まあ次の画像もいっちゃってください。こいつリーダーですか。リーダーですね。ボスボスボスラスボスです、ね、こんなうわー理路整然とあーなにこれ。次もどうぞなんかね、こういう感じで並んでおります。はい、真ん中のやつがダースベイダーで下のやつストームトルーパーみたいなはい、はい、次もいっちゃってください。で、ね、こう小槌に念力って書いてある、うん、あこれ大国様ってそもそも念力の神様じゃないでしょ。違う、うん、じゃあ次もどうぞ。でね、うん、ちっちゃいやつもみんな書いてある、あれ彫ってある、彫ってある。で胸のとこに感謝、足、努力、反省、あそうああいう風に書いてあって結構ごぐりだよ。これすごいね、感謝って書いてないやつもあるね、うん、そうあの足とか書いてないのがあるけど、とりあえず小槌はみんな念力って書いてある。結構なんか垂れ目だね。こんなもんだったっけ。こんなもんっていうのもよくわかんない、うんそう大黒様って垂れ目だったっけか、うん、あ、そうだ、ありがたい感じ。あ大黒様が釣り上がってるもんな、まあ、そりゃそうだよ、ね、で次なんだっけ。ここまでじゃあ説明いきましょうか。努力か、ね、調べてたんだけど、うん、ちょっとね詳しくブログ書いてる人がいたんで、うん、ここのそう、ちょっとそれから引用なんですけども、うん、あと6分念力大黒神社は、まあ、とりあえず大黒ってことで、明治期に起こった信仰宗教の一つ。その特徴は占い師にある。占い師とは願をかけた石が持ち上がるか持ち上がらないかで吉兆を占う。よく力石ってあるじゃん、あれの神社とかに置いてあるんだけどさ、まあ、そういうやつだよね。でここでは教祖が掘った大黒天がそれに当たった。多分あのね上のあれが教祖が掘ったってこと、うん、掘ったと思うんだけど、で、大黒天に願いを告げ軽めにお願いしますと。なんで軽めなのさらっと軽めにいいじゃん、お願いしますと。ちょっと頼むねみたいな、うん、よろしくって大黒天に手を悪いねっていう悪いね、まあ、悪いねよろしく大黒天に手をかけると持ち上がりやすくなり、どっしり構えてくださいと言えば持ち上がりにくくなるようである。で、うん、願い事の深刻さや切実さをそれらの言葉に込めて願をかけ、この願かけを念力とし、教祖が魂を入れた大黒天に思いを伝えることによって幸福を得ようというのがそもそもの教義だった。で、念力自体が信仰の対象であるため、うん、信者に対しても自宗教への拘束や寄付依頼はほとんどなく、他宗教に対しても全く寛容であった、いいね、広い、広い、広い。で、教祖が亡くなるまでに掘った大黒天は 今では全国に散っている。で本来信仰しなくなった場合は返却するべきもののようだが、それらのほとんどは神社に返されず個人で所有されたままのようだ。これだけ掘ってあるの以外にも結構いるわけ。そうそう、結構ねブログでね出てきたの、あの母祖母がから譲り受けた大黒が家にありますとか。これはだってもともとどこでどうやって手に入れるわけ。誰だからそのあれでしょ、教祖さんが掘った。教祖が全部掘るの。そうで、そのねこれむしろ彫刻家やそれさ芸術家だよそう、ね、あ、ね、あ分かった、途中でそれで目が覚めてそっちの道行っちゃったかもしれない。そういう話目が覚め目が覚め俺彫刻そんなことやってちゃダメだみたいな、うん、こっちの石だ石みたいな。でねその大黒天を教祖がいた頃は、まあ、この石像が行くだろうって教えて、その大黒天に対してどっしり構えてください、うちに来てくれますかって念じて持ち上がれば持って帰れる。へえー、そうなんだ。そうそう、でね、同じものでも持ち上がったり持ち上がったりするのかね。でそれを持って帰ってる途中の電車の中で持ち上がんなくなっちゃったりもしてたんだって筋肉が限界に達したったんだよね筋力が。その大黒天はさ車内に置いてくのかな。あそう分かんないから、
ね、なんかさじ加減な気がするけど、うん、まあね、まあね、で、まあ、膝を落とさんかいの、ね、しっかり腰入れんかいって話です、念力とか言ってる場合じゃないだろ筋力つけんかい、まず基礎体力をっていうやつね。で、今はもう石座掘っていないし、うん、もちろん魂も込められてはいないようで、うん、生ける宗教としてはもはや機能していないようです。ただ、神主のように、うん、教祖の教義の火を絶やさないように守っていると、そういうわけで結構寛容な感じの、ですよ、こんな念力とか言って、ね、だからね、トイレも開放してくれるんでね、そう、多分ね、いろいろ寛容なんだと思いますよ。なるほどね。実はこんなちょっと一見ごくりなあれでしたが、うん、なかなかいい感じの、しかもいい話、いい話、いい話、いい話じゃなので、今週末あたりみんなこぞってここ行くんじゃないかと思いますが、ちょっと これにさ話とちょっと被るんだけどさ、俺知り合いの石材屋さんがいてね、うん、その石材屋さんのさ20号沿いに結構ほら石もなんとかとかいろいろあるじゃん、はいはいはい、あそこにやっぱこう何お地蔵さんとか掘ってるところがあって、うん、でこう並んでるとね、夜中ね持ってく人がいるんだ、持ってっちゃうんだって、盗難で、ので、もうね良くないんだけど、うん、そんなに欲しいんだったらむしろ持っててもいいやという気持ちでいるんだって、でもねいつだったかばったり会っちゃったんだって、で欲しいなら今やるけどやるんだきっと効果薄いと思うぞって言ったやったって言ったら、なくなったって言ってた、念力って書いてけばみんな持ってちゃう、そうそうそう、ここに集まる人だよ、石は大事のースっていう人がそうです、うん、石は大事のース、うん、そう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 、あの座った絵がこう壁に描いてある、そう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 、うん、の人が言ってた、なるほど、そうなんですよ、どうでした、その人、いやその人どうでもいいや、まあどうでもいいか、もういいや、その人はまあいいや、あこれは面白いね、ね、面白いでしょ、本当はね、これじゃなくってやる予定のネタがあったんですが、うん、これ見つけちゃったもんだからやんなきゃなみたいな、うんうん、でもなんか掘るのがすごいね、うん、あれ手掘りで大黒様しか掘らないのかね、うん、だから、うん、そうでしょ、なんでって聞いてくださいよなんでかね、なんで、大念力が通じやすいと思ったのかね、この小槌に念力って書きやすい部分があるからそういう話なの、そこのために大黒様、耳たぶもなかなかいけそうな感じだけどね、いかすね、ちょっと面白い、でもね、この身延の辺って、なんか面白い神社いろいろあるんだよね、ちょっとこの間ほら秘釈をバーっていっぱい並んでたところも、まあ、言っても近いって近いじゃんね、大量生産系が好きな、逆さ銀南とかね、そうそうそう、あれ神社なの、そこはお寺か、お寺、あと十一面観音菩薩とか、そう、いろいろね、ちょっと気になるものはいくつかあるんですが、気になると行かずにいられないのね、そうなんですよ、突き止めないと、ね、はい、まあ一応そんなこんなでマニュアルビューと、はい、ソーシャル全然絡めなかったんだけど、そう、ね、そうだね、ちょっと読んで、うん、じゃあ、はい、自分で読めば確か黙読しない自分だけで納得しないでね。しかもなんか変なのおっしゃってる。待って、見えている大黒様には全然魂の影も感じないので無害。うん、そうなの？わかりません。千葉の神寺と群馬の寺でそれぞれ1個見たことがある。あの、力石。